ねえ、リベンジャーズ終わったらしいけど、見てない、まだ。まだ見てないのよね。おいちゃさん、ありがとう。こんばんは。みんなこんばんは。昨日、金曜ロードショー結局見なかったな。あなたの番ですよね。うわ、見たいんだけど。見たいんですけど。とっても見たいんですけど。見たいっていうか見たかったんだけど、昨日見れなかったわ、結局。だろうなって感じ。もう最近ダメなのよ。リアルタイムでテレビを見るのが無理。無理だよ。ポケモン買った。ポケモン？何？ポケモンって何？なんか出てんの？ああ、今週最後。最終回。え、そうなんだ。クロサギ見れてる、見れてる。まあまあまあ、ドラマは大丈夫。ドラマは大丈夫。ヤシタンさん、かいありがとう。あおいちゃんさん、ありがとう。カメさんも、ありがとう。こんばんは。そうなのよ、もうね、ダメだよね。TVer しか無理だよね。でも今日は、まあでも、サマータイムレンダーちょっと見進めれた、今日。そうね。あとはまあ、チェンソーマンとスパイファミリーを2つ見てなかったので見ました。録画、ああ、ドラマだからかぶっちゃうよね。わかる。何か聞こうと思ったら、何え、なんかポケモンがどう、ポケモンは何？何のポケモン？大人買いしたい気分。うわー、大人買いしたことないかも。もしかして。私、ないかも。大人買いって、1巻から最終巻まで全部ってことだよね。1回で一気に買うってことだよね。あ、それないわ。それないわ。なんか、ちょこちょこ買うとかはあるけど。全部見た。おお、え、なんかもう別物じゃない？その雰囲気が。別物っていうか、その内容はさ、変わんないんだけど、雰囲気とかそのあれが違うよね。また違った色だよね。こんばんは。前回まとめ買いしたことないわ。最近漫画を読まないんだよね、全然。キングダムぐらいしか見てないよ。少女漫画とか見てたのに。ね、でも何が流行ってんのか分かんない。ウォッチザロックってなんか流行ってるよね。そう、アニメやってるんだっけ？大フランス版を5本買いました。大人買いだ。5本は大人買いだ。リットチャームで愛知を見たい。リットチャーム。叶わぬ願い。面白いらしいけど、ウォッチザロックってどういうものあれだっけ、物語だっけ。葵ちゃんさん、ありがとう。リトちゃんに参加するって本当？どこ情報や。100ないよ。120ないよ。あおいちゃんさん、ありがとうございます。出たら叩かれるよ。ぼっちザロックをす、え、な、どういう話？ざっくりと。あおいちゃんさん、ありがとう。で、結構このルームでは好評だよ。
ぼっちだぼっちだロックぼっちなのどういうやつなんだろうか。こんばんは、ヤッホーだよー、ヤッホーだよー。結局昨日からさ、昨日からフォロワーさめちゃくちゃ増えたんだよね。めちゃくちゃっていうか何十人と増えたんだよね。数十人増えましたよ出てないのにね、逃走中出てないのよ放送されてないのよ。あ、放送じゃない、放送じゃ出演者じゃないのよね。うん、かなり増えた。4キロ走ってみて、あいつの姿すごさを感じた。いや疲れっしょ疲れるでしょ。いや2キロ3キロでも2もう疲れるくない、普通にやばいよね。そう、界隈の方々がすごい一斉にフォローしてくださって、でも結構そういう逃走中ファンの方結構いっぱいいるんだなって改めて感じた、一歩外に出てみたらね。グッチーさんありがとう。うん、すごいすごいね。いや結構増えたと思う。うん、かなり50人くらいは絶対増えた多分50人、いや嘘かも分かんないけど、かなり増えました。サットンさんありがとう。そうなんだよね。なんかねすごい、サットさん、カメさんいいね、ありがとう。出てないけどね、出てないけどフォロワー増えることあるんやなっていう。録画実況せん、録画もうね、そこ悔しい悔しい、なんでかぶっちゃうんだか。でね、大晦日はないと思ってたよ私、さすがに逃走中は大晦日はないでしょと思ってたけどね、まさかかぶるとは。でもね、見れないんです、リアルで見れないから無理なのよ本当に。ネタバレが恐ろしいね。実況はだからできない、実況ツイートはできないけど、まあ感想ツイートでまた載せよう勝手にね。でもその帰ってきたら見るよ、帰ってきたら即見るよ、ハウステンボスからね、帰ってきたら即見ます。ステージ上やばいでしょやばいでしょもうステージより優先やばいでしょもう贅沢な悩みでございます。まあカウントダウン本当楽しみなんで、そう、まあ逃走中帰ってきてからのお楽しみということで、うん、その録画を見ながら配信すると思います、多分かな。冬の看板になってきて、いやーちょっとね、いやすごいいいことなんですけど、ランナーからハンターに行く、ハンターは私が好きな人だから違うのよ、私じゃないの、私が好き、ハンターは好きな、好きです、なりたいわけじゃないね。ライブビューイングさん
ライブビューイングしてくんないかな逃走中の。いや大晦日楽しみだね。とりあえず早いけど気早いのよね。あでもあの大晦日の去年でもめっちゃ楽しかったもん。一日カウントダウンライブの日、大晦日の日、一日中楽しかったんですよ。一日中っていうかまあね、大晦日ってウキウキするからね。そう、あと40日くらいまだだね。クリスマス乗り越えないと来ないからね。ハンター役では出ませんやだやだやだ、憧れというか好きというあれなので、ハンターになりたいわけじゃないのマジです。私はもう逃走者でしか出たくない。でもね、一番最初に逃走者出る前とかに多分エキストラで出てから芸人さんとかね、エキストラ出てたんだよ昔は。まあストーリーがあったからね、物語のドラマみたいな部分があって、そこでなんか狩野英孝さんとか小島よしおさんとか出てたの最初の方。その何役のエキストラで出て、その後になんかちょっと逃走者として呼ばれるようになってた。ハンターに追いかけ、うん、追いかけられたいで、追いかけられてみたいけど、でもいやハンターになれないんです。そう簡単に言っとくけど、あの条件あるからね。何秒以内で走れないと、 50m 5、6秒だよね確か。うん、5、6秒とかだとなれないよそう簡単に。ゲームマスターもいいなゲームマスターもいいな。でもゲームマスターになっちゃうと出れないんか、逃走中には。それはちょっと悩ましいけど、逃走中の顔になれるね、ゲームマスター。うわいいな。愛知走れそう。私短距離無理なのよ、短距離遅いから。8秒くらいだから多分。憂鬱な場合さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ハンター早いもんな。早いよ、すごいよ。そうなんだよね。うわー、なんかでもとなんか企画部とか行きたかったなあ、企画部、あーそっか、私その今までの人生の中でそういうテレビ関係者への道、なんかなんていうの、テレビの企画系のその会社に進むというの頭になかったわ。39なんかテレビ会社に勤めるっていうのがたまになかったかもしんないね。そういうだって企画を考えてる人もいるわけじゃないですか、裏方のね、方々で、大人の。その道もあったねそうだね。で私はでもなんか昔からちょっと話は変わるけど、まあ昔からそのゼロのことから1にする作業よりかは
1のことから10のことに なんていうの増やしていく方が得意なんですよ。あのなんていうんだろう、何もない状態から何かアイデアを出すっていうよりかは、なんかそのアイデアが出てる状態からなんかあの広げたり、あとはなんかいろんなものをこう見てそれをヒントにしてあの何かなんていうんだろう、ヒントにしてあの作るとか、そういうの方が得意でしたね。だから何っていう話なんだけどだから何っていうことなんだけど、0から1はねすごいよね。0から1はの人ってすごいと思う、でも結構少ないとは思うんだけど、私はなんかのなんかヒントがどっかに転がっててそれを見つけてそっから思いつくタイプです。なんかピンとくるタイプなんだよね。そう、何もない状態からはあんまり私は苦手かな。それはそう、まあ確かにどっちも大切だね。結構私でもアイデア出すのとか得意でしたね、昔から。うん、アイデア出したりするのは得意だったし、私美術部とかでもないのになんか美術の作品とか選ばれてましたね。自己流で広げていくイメージ。あ、そうなのよ、私そういうタイプすごい分析されてる。自己流で広げていくタイプです。だからその自己流差がいいみたいで、わかんないけどえみたいな、その自己流差なんか斬新な感じとかがなんか評価されて、なんかその美術部とかでもないのに選ばれたり、なんか技術とかも副教科全般得意だったけど、技術の時間とかはなんかあのなんか本棚とか自分で作るんですよ。木箱とかさ、自分で作ってすごいのよね。あれ中学か、中学生とかでそういう作業するんだよ、技術の時間に。すごくない？みんなやると思うけど、なんだっけなんだっけあの木切るやつなんて言うんだろうな。そうこうさ一本のさ一本のあれなんかこうあってウィーン糸の子みたいな、それかそれだ、ウィーンとかこう木を切っていってめっちゃ懐かしい。木を切ってでもヤスリかけてみたいな、でなんか組み合わせて釘打ってとかが技術過程かあるよね。そう、技術の時間とかはそういうなんか自分一人でこう作っていく作品を作っていく授業があったんだけど、私なんかそうなんかね本棚棚みたいな作ってた、でんのこ、あそれかな、そうそういうのでね、すごいなんか私別にみんなまあ初心者っていうかね、あんまそのなんていうの、あんま作ったことない状態から作るじゃん。私も初めて作ったんだけど、やっぱ、ね、細かい作業がなんか好きなんでしょうね私。だしなんか形とかデザインとかが結構私あんまりみんなと被んなかったのよ。だから多分そういうとこも評価されていいねってなって、
なんか学校代表みたいな選ばれたね、その作品が。でまず市のコンクールみたいなところになんか入選みたいなしたんだけど、それからなんか優秀賞みたいなの取って、県のコンクールまで行っちゃって私の作品もうすごいなんかでっかいなんか賞状なんかねすごいのもらったのが、そう表彰されたの。結果最後なんかね県の方まで行っちゃって、みたいな、これがみたいなどういうことみたいな、私別にそんな初めて作ったんだけどみたいな、うん、なんか実際に家族となんか展示会とか私見に行きました。自分のやつがなんか最優秀賞みたいになっててってなね、私だから結構作るのとかはなんかこだわりが結構強いので、その何かに集中しちゃうと、そう集中すると強いんですよそう結構こだわったり、なんか結構自分でなんかアレンジして、なんかあんま周りと被んないような感じのを生み出す感じで、もあんま周りと被りたくないなって思うんだよね、そういう、そう思ったりして、なんかすごいひねり出してました、アイデアを。でなんか作業好きだったから結構向いてたかも葵ちゃんさんありがとう、あやっほー、丸眼鏡ガチだよ、ほらここの顔のあれでわかるし、なんか絵とかもね別に得意ではなかったけど、なんだか選ばれるというね、昔からそういろんなコンクールとかね選ばれてたんだよね、不思議なことにね。そうです、コンサート近くなってきましたよ、センスがあるんですねこれを待ってたかのようなエピソード言ってしまったけど、いやセンスというよりかはでもなんかそういう細かい作業は好きなんですよ、天才なんですね。いやいやまんざるでもない感じいやいやちょっとやめてよ、コンタクト使えちゃうからね、メガネ、うん、なるべく家ではコンタクト外したいんだよ。そう企画部でも企画部の方とかすごいね、やっぱその会社でそういうところなんかそういう役割の方とかすごい、いやでもなどの分野もすごい、営業部とかもやっぱ無理だなって思うしね、私にはできないわって思うしね、企画部すごいよね、企画なんかいつまでに企画考えてみたいな、無理だよ私心折れちゃうよ、その授業とはまたさ違うじゃん、なんかもうなんか仕事ってなったら結構ストレスになっちゃいそうだな、生誕ティー楽しい、生誕ティーはなんかちょっといい、なんだろう若干もう決まってはいるけど、ほとんど決まってはいるけど、まあなかなかいい感じというか、設計部は好きな人は好き、もう好きじゃないとできないね、発想力大事だね
発想力ってでもさ、小さい頃からなんか私でもだから子供とかがいたらなんか本当にいろんなもの見させてあげたいんだけど、発想力ってどうやったら豊かになるかっていうと、なんかいや絵本とか本とかその映像もそうだけど、なんか 見せないと無理だよね多分。自分に合った仕事見つけるの難しい、好きだけじゃできないこと。いやーこれは本当にそう、自分に合った仕事、自分に合ってるかも分かんないしね結局ね。でもな、本当好きだけじゃできないっていうのは現実だな。発想力豊か、発想力、想像力、発想力ってどこで培われるんやろね。でも小さい頃が幼少期の経験が大事って言いません？小さい時に何を見てきたかとか、そういうのでなんか決まるみたいなね、ちょっと大人になってからじゃね難しい部分があるからさ、その小さい頃が大事なんだよ多分。幼少期の子、何をさせたら豊かになるんですかね。そういう本ありそう。何を見せたらあれなんだろうね。だからいや、なんていうの、作家さんとかなんだろう、そういう、もうそれを職業としてる、想像力とか発想力を元に、あのそれを軸とした職業の方々、それが大、それが重要としてるなんか職業の方々、まあだからね、すごい気になるね、どういう過ごし方をしてきたのか。うん、犬丸さんありがとう。そうそうそう、もともとの才能、いろんなことさせてあげる、これ大事そうだね。でもうん、なんか好奇心旺盛じゃん多分ちっちゃい子って。だからそれをやりなってこうね言ってあげるとか、いろいろ。ああなるほどね、質問とかに答える。うわー難しい。難しい、いやなんかすごいね、本当にそのちっちゃい頃の経験とかめっちゃ大事になってきそうじゃん本当に。顔だきさんありがとう。確かに、なんか与えるね、うん、確かにね、
歳の経験、うん、3歳までの教育、確かに3歳まで大事だね。3歳までが大事だよ多分。本当にあのね、可愛さのピークも3歳ぐらいまでだね言っちゃ悪いけど、いや子供は可愛いよ、ちっちゃい子はね何歳でも。まあでも私は3歳までだがいいと思うから、なんか4歳からもうね結構物心がつき始め、なんか喋れるようになっちゃうから、うん、英才教育、うん、何事もやらせるね。でもやらせてあげたいよね、子供ができたらね、そういうなんかいろんなことさせてあげたいけど、3歳とか記憶ない、ないねないはないね。ね、うわでも楽器系をやらしたいな。いやでも なんだろうな、でも水泳私習ってたんですけど、ずっとそう、幼稚園から小5、6年生ぐらいまで習ってたんですよ。そう結構ガチで、うん、もう全部の種目は全部もうやって、個人メドレーとかもやってて、そう中3で遊んでるけど、何年生でも子供生生意気な子もいるけどね愛おしいよねそれも、うん、で私水泳習ってて、習ってたんだけどその習った理由がなんか、私別に水泳習いたいって言って習ったわけじゃないんだけど、お母さんがなんか、お母さん泳げないんですよ。そうお母さんが泳げなくって、なんか海がちょっと怖いみたいな、そう海とかでもこう泳げなんかね、泳げた方がいいって、そうお母さん結構なんか泳げればよかったなって今まで何回も思ってきたから、絶対子供にはやらせるって言ってて、私の兄弟全員水泳通ってきてるんですよみんな習ってるからちゃんと泳げるんだけど、そうそううん、だからまあでもありがとうって感じだけど、私は結構ねいろいろ経験させてもらったね、自分がやりたいってものをこうやらせてもらったね。子供の頃いろいろしてたし、人生何周してんのかなって思ういやまあいろいろ試したは試したね、いる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 生意気な子いるよね、いるよね小学生とかでも結構いるからね。ビーバップさんありがとう。でも私実際私お母さんできない今んとこ私ね、お母さんできないと思います正直言うとはい、あのなんでかっていうと、やっぱ送り迎え、そういう習い事、こうお母さんがさ結構やんないといけないじゃん、いろいろとめんどくさいことね、無理です、これが本当に私無理なの、絶対にやだよ現実的なこと言っちゃうと私無理だね、なんかもう、うん、てか世の中のお母さんすごいんだと思う、本当に私にはできないよ、無理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 やだ。学校関連のこととかもさ、なんていうの、
PTA とかあるじゃないですか、学校で。 PTA とかってなんかあのなんていうの、あれ言っちゃえばもうボランティアでもあるのよ。そう、あの時給とかも出ないしボランティアじゃん、学校のために地域のためにやるものなんですけど、お母さんさそういうのも全部やってたの。そう、今でもなんか学校のやってるし、弟とかのずっと、だからこの私が学生の一番最初の時からも今もずっとねなんかやってるわけよ。なんでやんのってそう、学校の役員とか全部お母さんやってて、でもそういうのがでも多分好きなんだろうなっていうのは、好きじゃないとできないと思うんで。でもやってくれる人があんまいないらしいのよ、しかも少ないのよ、ごくわずからしくて、やっぱねボランティアだからやりたいっていう人あんまいないらしいから、誰かがやんなきゃいけないからみたいな感じでやったりするらしくて、お母さんはそういう人なのよ。でも私から考えたらよくやるねみたいないやいや、やんなくていいよって言ってるんだけど、そう本当にそうなのよ。そうだ、なんかでなんか学校その役員とかでなんか資料をね作んないといけないってなって、でもお母さんパソコンとか触ったことなかったのよ、私がまあ中学生の時とかまだね、やり方もあんま分からないみたいな感じだったんだけど、そのためにパソコン教室とか通ってたからね本当に、うん、断れないタイプ、いや だと思う。私もねそう簡単に断れないタイプではあるんだけど、そうまあなんか積極的な部分とかそういうのも母に似た部分はあると思うんだけど、いや私よりもはるか上行っちゃってんのよね。偉大です、ほんと偉大だと思う。でも私は嫌だ、やりたくないそんなの私は無理だよそんな、なんか無理だよ、うん、でも無理だよとか言いつつは なんやかんやでね、あの学生時代とかそのボランティアとか生徒会もそうだけど実行員とかも全部やってきちゃってるから、やっぱ似て親子だなっていう部分はあるんだけど、そう結構責任感どうなんだろうね。でも母は無理、私絶対無理なの、もうそういうの見ちゃってると無理、なおさら私にはできないってなるね。てか世の中のお母さん方がもうどれだけ偉大かっていうのが分かります。ツッキーさんありがとう、タカちゃんさんありがとう。そうなのよ、 HKT のまま無理です、私はできないうん、どちらかといえばパパでお願いします。私は無理だね、子供とか見れないわ、ママにはなれないうん、見れないよ。すごいよね、母お母さん方のスタミナえぐくない？パパでいい、なんか見守ってる人がいい見守ってる人でいいや。しつけしたりとか無理ですもん私。地域のこととか学校のこととかもさ全部さお母さんがしないといけないじゃないですか、無理だよね。
てかすごいよね人事だけど人事になっちゃうんだけどすごいなって思うね。若い頃そう思ってたんだ。そうなのかな。いや不思議だよね。いやでももちろんその世の中のお父さんがすごくないわけじゃないんですけどね。お父さんはお父さんでやっぱ仕事を家族のために毎日仕事を同じねことの繰り返しかもしんないけどちゃんと毎日働いてってすごい。それもすごいしね本当にね。どっちもすごいんですけど、どっちもすごいんですけど、あとお母さん、お母さんってやっぱでも家事育児に学校のこと習い事もしてたら習い事のことお金の管理とかやることやばすぎたまりすぎだよ。たまっちゃうよそんな。すごいな。親戚の子ね。そうね確かにちょっと可愛がるぐらいちょうどいいかもね。そうでも私は兄弟多いのでもう弟たちに任そうかなとか思ってますねそういうなんか孫おばさんになるんでしょ私がもしそうやってなってったら可愛がる。それは可愛がる。だからそれだけ任せてほしい。それぐらいならまあそれぐらいでいいかもねっていうぐらいの私本当うんすごいわって。なんかその小さい頃小学生の頃とか小学生はまだあれだけど中学生の頃とかまあなんかすごい立派なお母さんになりたいとか子供をちゃんとなんか育てたいみたいななんか言ってたような気がするの。友達と話してたりうん現実をこう今大人になって考えるとね大変ですよっていう本当にこれは大変だねっていうさヘトヘトでしたできんのお世話送り迎えとかもね大変じゃん。自分のせいも追いつかないです。いや本当にそうキッズレンタルしますもうだからその本当1週間とかが限界なの多分。かなりの多分そのなんて言うんだろう覚悟が必要ですよね本当。お母さんになるっていうのも覚悟本当にそう。将来テーマの作文とかなんて書いてました。あー作文将来ってどうだろう なんかいや将来のことでもなんか書いてたかな。なんかでも幸せな家庭を築いてねみたいな書いてたと思うんだよね。その作文とかじゃなくなんか自分へのメッセージとかそういうの書いてたんだけど多分幸せな家庭を築くことだけが幸せではないということはあると思いますあると思います。タイムカプセルね。だからそういう
うん、何書いてたかマジで覚えてないんだね、こういうの。そう、覚えてないよね。うん、なんて書いてたんだろうタイムカプセル埋めたっけな。あいつの同級生で結婚して子供いる人もいるんだろうね。ね、いるんだよね。私めっちゃ仲良かった子がもう赤ちゃんいるもんね。子供何歳なんだろう。1歳2歳とかいるもん。1歳か、1歳ぐらいか。いるんだよね、全然考えられん。人生何が幸せなのでしょうか。あ、私もう分かんないんだよね幸せとはって感じだよね。幸せとはって感じ。いやでも毎日な何気なくこう生きてられてることが本当幸せなんだと思うよ。本当に本当に。でもみんなに一人一人に幸せになる権利ってあるから、うん、本当に自分が幸せになるためにね、生きていきたいじゃないですか。タワマン、タワマンってでもなんか大変そうですよね。タワマンに住んでみたいって思います？みんな。タワマンじゃなくてもいいお家いっぱいあると思うんだよね。なんかさ、タワマンってなんか管理費みたいなのめっちゃ高いよね。でもそんなの気にしてない人が暮らすんだろうけど幸せになってもらわないと。幸せになりたい。でも今も幸せなんですけどね。停電したら大変そう。あーえねねね、葵ちゃんさんありがとう。地震で売れるから。やだやだ。あ、まあ設備がいいはね、いいだろうね。そういうとこはいいかもしれない。でもいやもうなんかすごい。そうだね。でもタワマンに住むってなったら上の方がいいじゃないですか、きっときっと上の方がいいじゃん。それだと結構時間かかりそう、下降りるのうん、そうだよね。エレベーター使う、そうなんだよね。でもまあまあ憧れは憧れというか、なんかちょっと一旦1週間くらい生活してみたい、タワマンでタワマンに行ったこともなんか入ったこともないしさ、内見とかも したこともないのどう分かんないけど、どうなってんだろう。家から出るのがもうほんとめんどくさそう。でも駅とか直結してるとかあるじゃん、多分。あ、そういうとこはめっちゃいいかも。2階で1階コンビニとか、いやそう、あ、なんかね、中についてるみたいな、それはいいけど、それはいいねって思うんだけどね。いや、タワマンならでもやっぱ上の方には住みたいよね。下の方ならまあ違うタワマンじゃなくてもみたいなとこはある。結局高いところから見たい。葵ちゃんさんありがとう。うん、私そうだね、家族でタワマンはな無理だな。普通の一軒家でいいや。一軒
にはでもすごいありがたいみたいな。買ってはいけない、いやそれはそう。景色はいい方がいいじゃない、タワマンだったらきっと。駅直結どうなんだろう。なんか音とか大丈夫なのか。いやないよね、大丈夫だよね。タワマンですもんね。共用廊下がカーペットの、あのだからホテルみたいな感じだよね。うん、それがいいよね。でも市村駅作る、作れんの。作れんの、劇場の近くなすみたい。劇場の近く、あ、ね、ありますもんね。福岡タワーあるもんね、いろいろとね。いやー、どんな感じなんやろな。すごいよね、でも。まあでもなんかタワマンとかじゃなくていいんだけど、その部屋とかそのタワマンとか高いところに住むよりかは、自分のそのなんか部屋にお金かけた方が良さそうではあるよね。良さそうっていうか、その基準があれだけど、その人のタワマンがいいんだみたいな人はもうあれだけど、その中をこだわった方がさ、よくない。5階くらいのマンション、それくらいいいよね、わかる。地下す、え、水没、怖い。内装、うん、内装こだわった方が良さそう。いやー怖いな。壁薄いタワマンある。そこやめてほしいね。タワマンなのに薄いのやめてほしいね。一番ないわ。やだわ、絶対それはちょっとやだ。あと3分、もうそろそろ。本当だ本当だ。明日ってなんか公演ありましたっけ。あるんだ。あ、2公演か。生誕？あ、ゆるさんの生誕祭か、明日。もしかして。あ、そっかそっか。私はちょっと自主練に行きます。自主練に行きましょう。グッチーさん、お疲れ、ありがとう。なるほど。リトちゃん、そうなんだ。じゃあランキングを読みたいと思います。13位のぐひでさん、12位 PKS さん、11位 MJ さん、10位サットンさん、9位ひろゆきさん、8
8位ホクピグさん、7位ひしみらこうさん、6位マツケンさん、5位ゆうつのぶらさん、4位まさしさん、3位こいっていうかあいにくさん、2位あおいちゃんさん、1位すみすさんです。ありがとう。いやまあね、でもな、将来はなんかもうほんと自分の好きな部屋との作りもう全部なんかもうなんていうの、こだわった部屋とかに住んでみたいよね。ほんとこだわり尽くしたところに住んでみたいとかあるよね。やっぱ夢が広がりますね。はい、ということで皆さんおやすみなさい。ありがとう。じゃあねー、おやすみー。